ザンナミ紅白出場、純烈の次に確実にブレイクする歌謡グループの存在。歌っているのは昔懐かしい昭和歌謡なのに派手な衣装とアイドル性の高い踊り、てんてんてん。NHK 紅白歌合戦で純烈が圧巻のパフォーマンスを見せた。健康センターやスーパー銭湯で地道な営業を続け、見事紅白出場を勝ち取った彼らだが、早くもポスト純烈の呼び声が高いのが4人組男性歌謡グループのザンナミだ。これまで7回にわたってイベントを行っている東の泉草加健康センターの海老原虚構支配人はザンナミの人気についてこう話す。ファンの方からまた読んでほしいと言われるのはもちろんですが、サンハさんを知らないお客様からの人気も高いんです。4人のパフォーマンスは見ていてすごく楽しいという意見が多いですね。平均年齢29歳。演歌や歌謡曲にダンスやアカペラなどを取り入れるパフォーマンスは若い女性からも支持されているという。そう話すのはザンナミのリーダーを務めるヨマダ。純烈さんは純烈さんで、僕らは僕らにしかできないことがあると思うので、そこを模索していきたいとは思っています。ヨマ日本に笑顔をがコンセプトだという彼らのキーワードは新感覚だ。歌謡曲や演歌をそのまま歌うのではなく、ダンスも織り交ぜたりと、まさに新感覚なところが僕らの強みだと思います。あとメンバーが個々でアーティストとして活動していた経験があるので、歌唱力にも注目してもらいたいです。コウスケ演歌とダンスの組み合わせがネットでも話題に。今は健康センターやショッピングモールで歌わせていただく機会が多いですね。たまに告知をせずにいきなり路上ライブをやったりもします。銀座や巣鴨で歌った時はすごくたくさんの人に見てもらえました。よしふみ、いずれは紅白にも出場したいと意気込む彼ら。メンバーの子に今年の目標を聞いた。昨年の春にこの4人体制になって初めて4月にホールライブをやるんです。そのライブのサブタイトルに1000分の500という数字を入れています。1年を通して1000人の方にライブに来てもらいたいと思っていて、まずはその500人を春のライブで集めようという意味でこの数字を入れました。今はとにかくライブを成功させたいですね。ニューシングル決めて、3月27日発売予定のリリースを控え、全国各地でのイベントも決定している。早くしないとその華麗なパフォーマンスを身近で見られなくなっちゃうかも。はてな